これからの、ね、相撲を見てたくさんの人が応援してくれてるっていうことは本当に自分の気持ちが分かったし、もうあと1週間後で名古屋場所始まりますけど、まだ上位調整になって厳しい戦いになると思いますけど、でも皆さんにまた褒めてもらえるように、よかったねって言ってもらえるように頑張って。